さあ今日は日常のお掃除のルーティンをご覧いただきたいと思います。こちらアルカリスプレーとファイバー、こちらでお掃除始めます。それではミネスタイルスタートです。ということで高いところからお掃除していきます。よいしょ。続いてファミリーバスの掃除をします。今度はこれオレンジの香りのする洗剤です。さあ続いて水拭き掃除機を使って床をお掃除していきたいと思います。続いてキッチンに行きます。
動します。はい、というわけで、はい、今日はお掃除ルーティン動画をご覧いただきました。いかがだったでしょうか。そうなんです、皆さんからね、いつもね、皆さんの普段が見たいってご要望いただくので、これからもどんどん皆さんのルーティンなり普段の様子を覗き見しちゃいましょうね、皆さんでこっそりね。はい、ということでですね、本日はですね、こちらの掃除機、ミンドウさんからご提供いただきました。なんとね、これ見ていただいた通り水拭き掃除機なんですよね、うん、ミンドウアクアエックスという製品なんです。水拭きの掃除機って何？うん、これね、水のタンクが入ってて、水拭きをしながら掃除機をかけるんですね。だからすっごく綺麗じゃない？今日うちの床なんか今日いつもよりもピカピカな気がするけど、どうして？でしょ？雑巾がけって膝が痛いとかちょっと面倒っていうのがあるじゃない、うんうん、これはね、立ってできるんですね。だからすっごい便利なの。確かにいいよ。うん、使い方はね、すごく簡単なんですね、うん、これ水をタンクに入れて、スイッチを入れて、ハンドルをちょっとキュッて下ろすだけ、うん、で、こうしてるとちょっと重いよ、うん、重いけど、これね、動き出すと自走式なんで、腕にはこう負担かからない。いいね、それ。そう、だからちょっと楽して掃除ができるという、水拭きしながら掃除機がけができるウェットモードレベル1というのがあって、ちょっと汚れてるなっていう時はまあレベル1ぐらいで、そうですね、ちょっともう少し水拭き多めがいいよっていう方はウェットモードレベル 2ですね、うん、今日はもう水拭きいらないんじゃない、掃除機のみでいいんじゃないっていう方はドライモード3つだけなんですね。全然簡単じゃん。そうそう、3つのモードを簡単に切り替えるだけで使えるんですよ。使った後は水拭きするからさ、汚れたお水が出るじゃない、お水、うんうんうん、そういうのはここにね、水が溜まるので、これを捨てれば OK。 そしてこの先にあるモップについた汚れは、なんとですね、セルフのクリーニングボタンがあるんですよ、ここ。ここにね、キラリンっていうのがあるんですけど、このセルフクリーニングボタンで綺麗になるし、もうすっごいお手入れが簡単なの。すごいじゃん。掃除機もあって、水拭きもあって、うんうんうん、お手入れも簡単。そう。完璧です。そうなんです。はい、定期的にね、床のお掃除はね、私、定期的というよりは毎日やってるじゃない。まあ、うちはワンコがいるから、フロアワイパーで毎日やってるんですけれども、アクアエックスでお掃除したら思った以上に汚れが取れたの。こんなに汚れてたんだね。すごいね。びっくり。綺麗にしてるつもりなのにね。僕も玄関はだってさ、手で拭いてるでしょ。拭いてるの手で拭いてるんですよ、僕はいつも。でも玄関ってさ、いろんな方たちが出入りするじゃない。うん、だから、うち大家族だしね。そうそう、だから汚れるよね。いつもあのモップかけてるんだけども、うん、その上に僕は手拭きもしてたんですよ、いつも、うん、風水で玄関をきれいにするとね、いい運気が入ってくるって知ってるから、いつもピカピカにしてたんだけども、 それ以上にやっぱりきれいにしてくれるんですよ。だってさ、昔の家はさ、実家はさ、うん、玄関さ、水撒いてたのよ。古いね。ゴシゴシしてたんだけど、マンションってそれできないじゃない。できないね。
ペット飼ってるお家もさ、すごくさ、水拭きって大事じゃない。そうなの、ね、やっぱりすごくいいよ、ね、お散歩から帰ってくるときに手足拭くんだけども、うんうん、でもやっぱり綺麗に落ちてないときあるからね、うんうん、だから汚れが出てくるんですよ。そうなの。でもさっきの話だけど、玄関に水撒いてたって懐かしい話するね、本当にでもやってたよね、ブラシで。確か僕の子供の頃も確かにやってたの、水撒いてたよね。そうそう、皆さんもそういう経験ありますか。手挙げてる人いるかも、はい、僕たちだけかもしれないから恥ずかしいと思ってでもこの水拭き掃除機、我が家ではこれから必需品になりそうな感じがします。素晴らしい。そしてですね、うん、なんと今回民道さんはね、キャンペーンを行ってるみたいなんですね。なので気になる方はぜひチェックしてみてください。いいものを仕入れましたですね。グッドです、これは。さあ、ということで本日のミネスタイルいかがだったでしょうか。そうです。いや、綺麗になったね、掃除機でね。本当に掃除をすると空気まで変わるし、いい気が流れてるような気がするよね。そう、皆さんね、よく言うのが、顔毎日洗うよね、お家洗うのも毎日洗うのは当たり前じゃないっていう感覚なんですね、うん、でもね、すごい。主婦の方はそれがストレスになる、それが重荷になるっていう時はやめた方がいいと思います。だからこの掃除機じゃん。そうなのよ。だってインドアクア X 掃除機も水拭きもしてくれるから、こういうものを使ってストレスを軽減してって主婦を楽しんでいただきたいなと思います。ということで本日のミネスタイル以上になります。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。またご覧ください。さよなら。はい、玄関に水撒いてダメよ。